長老ってやつはいるか。この俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。クリリンさん、これは木が次々と減っていく。え、またナメック星人が殺されている。殺しているのは俺たちがよく知っている木だ。ベジータベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れても、この一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。そんなことをしたら、あいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな、あなたたちのことを教えてください。どこから来たのか、なぜドラゴンボールのことを知っているのか。星のみんなを助けてください。俺たちは そういうことだったんですか。やっとあなたたちの謎が解けました。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。え、最長老？どうしてその最長老のところへ行くんだ。僕たちの村を襲った奴たちはドラゴンボールをすでに4つ持っていた。それからあなたたち、今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょ。ああ、多分ベジータってやつに。もう一つも木が残ってない。全滅させられたんだ。だとしたらこの星にはもうほとんどナメック星人は残っていない。そうか、ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら、残りはたった一個。ひょっとしてその一個を持っているのが最長老さんか。はい。いかん、ベジータが最長老のところに行き着いたら7個目のドラゴンボールも奪われてしまう。早く最長老に知らせてあげないと。俺がついていく。ご飯とブルマさんはここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。わかりました。こいつがドラゴンボールに間違いあるまい。さてと、こいつを。ここに沈めておけば、誰にもこのドラゴンボールは見つけられん。フリーザたちの持っているドラゴンボールは5個。残る1個を探すか。このパワーはザーボンだ、間違いない。待っていたんだ、単独で動き出すのをな。奴も仕留めてやる。